俺は自営業で、ちょっと特殊な仕事をしていた。従業員も使っていたし、余裕もあったので、今の嫁と結婚するときは、専業主婦でもいいよ。と、嫁に言ったが、私も、一緒に仕事がしたい。と言ってくれ、仕事に関しては、全く素人だったが、嫁に会っていたらしく、嫁はめきめきと仕事ができるようになった。 従業員たちとの関係もいいし、本当にみんな、家族同然だった。そんな中、俺が、仕事で大怪我をした。後遺症が残り、片足は完全にダメで、もう、片足は、なんとか感覚があるだけ。なんとかリハビリをするものの、完全には、元に戻らず、ほとんど、車椅子生活をしている。もちろん、仕事もできなくなった。 仕事が好きだった俺は、ひどく落ち込み、一時うつにもなった。これから、先、嫁と従業員を抱えて、どうすればいいんだ。と、途方に暮れていたとき、嫁が病室に来て。ねえねえ、次の仕事ね、こうしたいんだけど、どう思うと、あっけらかんと聞いてきた。見舞いに来た従業員を、みんな、次は、 どうすればいいですかと聞いてきた嫁も従業員も会社を潰さないように必死だったそれからは嫁に病院から頻繁に連絡したり見舞いに来てくれた時に仕事の指示を出したりして俺が退院するまで持ってくれた退院してからリハビリに通いそれでも車いす生活が続き仕事も家事も 嫁が従業員と手分けして全部やってくれた。俺はこのままではいけないと思い。車椅子のまま、なんとか事務処理だけはしようと気合で頑張った。そして嫁の代わりに俺が家事をしようと思い。ゆっくりしかできないけど、料理と洗濯と簡単な掃除だけはできるようになった。完全に専業主婦状態になった俺は嫁に対してかなり負い目があった。 悔しくて、辛くて、死にたくなる時もあった。それでも嫁は、なーに言ってるの。あんたがいなきゃ仕事の指示出せないじゃない。あんたは家のことやってくれてるんだから、立派に働いてるよ。仕事のことは私に任せなさい。と言って、常に明るく振る舞っていた。俺も、 嫁や従業員が励ましてくれることもあり、足は治らないが、心はかなり回復した。事故から数年経ち、いつの間にか、嫁は、立派な経営者となった。俺が指示することもあるが、ほとんどは、嫁の判断でやっている。従業員を、定年退職した人以外は、ずっと同じメンバーがいてくれて、若い人も少しずつ増えてきた。そして、 ここ何年間の間で、俺は自分のことと仕事のことで頭がいっぱいで、嫁に愛してる。と言っていないことに気づいた。俺みたいな、障害者で、主婦やらせてもらっている文在で、嫁に愛してるなんて言ってもいいものかと思ったが、勇気を出して昨晩、結婚した。仕事から帰ってきた、汗だくの嫁に風呂を進め。 その間、俺は、自分と嫁の分の晩酌を用意した。この時点で、俺の心は、なぜか緊張しっぱなし。嫁が風呂から出てきて、二人で酒を飲んだ。なんとなく会話が続かなくて、もごもごしてる俺に嫁は気づき、どうしたのと聞かれた。俺は、今まで、結婚してから苦労をかけた話と、これからも、 死ぬまで苦労をかけ続けるだろうという話をし、最後に、お前がいなかったら、俺はきっと死んでいた。お前がいろいろしてくれるから、俺は、こうして生かしてもらっている。ありがとう。愛してる。と、嫁の目を見ていった。そしたら、嫁は、じわじわと泣き顔になり、次に、大泣きしながら、俺に飛びついてきた。嫁は、 ワンワンと、俺の膝の上で泣き、本当は怖かったんだよ。あんたが、仕事で機械に挟まれたとき、もう死んじゃうんじゃないかと思って怖かったんだよ。でも、あんたは、病院のベッドの上でも、自分のことより、私や従業員や、会社のことを気にしてて、私が落ち込んじゃいけない。 と思ってて精一杯泣かないよように我慢してきたんだよ車椅子でも寝たきりになっても喋れなくなってもいいから絶対私より先に死なないでおくれ。と、半ば叫び気味に話す嫁に俺も大泣きした。本当は嫁だって素人同然から会社を回すなんて怖かったんだ。俺が死ぬかと思って怖かったんだ。 今までずっと我慢してたんだ。と思い、二人で大泣きした。仕事では、もう、全く使い物にはならないけど。なんとか、嫁と従業員をバックアップできるように、ますます頑張らなくてはいけない。と思った。そして、嫁を、もっともっと大事にしなければいけない。と思った。今の時期は忙しいが、冬手前くらいになったら、 少し暇ができるので、嫁と一緒に、俺が車椅子になってから、初めての旅行に行こう。と嫁と約束した。